よし、行くぞ。行くぜ。俺とやろうってか？めんどくせえな。ライダー同士の戦い、それは神崎史郎によって仕組まれたものであった。ライダーバトルの本当の意味、その真実を知った木戸真嗣は、全ての原因が幼い頃の自分にあったという事実から罪の意識に苛まれてしまう。ミラーワールドのライダーや現実世界での肉体を欲していた仮面ライダー龍が、真嗣の心の動揺を見つけて、その肉体を奪い取ってしまう。果たして真嗣はこのまま元に戻れなくなってしまうのか。この体は俺のものだ。悪いが、そいつの体は返してもらう。ちょっと気をつけろ。
鏡の世界に帰るんだな。ディケイドとの戦いで自我を取り戻したキドシンジは龍河との分離に成功する。自らの意志を取り戻し勇気へと変身するシンジ。ディケイドの前で激しい戦いを繰り広げる龍河と龍騎。互いのファイナルベントが激突する中、ディケイドの持つ龍騎のカードに光が灯っていた。俺とやろうってか？てめえに前振りはねえ。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。俺の出番だぜ。ラウンドファン。はい。変身仮面ライダー。はい。まあこんなもんか。こいつで決める。こいつで決める。俺。こいつで決める。こいつで決める。
だ。こいつで決める。こいつで決める。やっはっはっやっやっはっ。もっと踊る。はい。はっはっはっ。こいつで決める。はっやっやっ。こいつで。こいつで決める。こいつで決める。やっやっ。僕の方が強いのに。撮ってみるか、すべての世界を。さてと、行きますか。通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。決まっていくぜ。お前は最初からクライマックスだぜ。
取ってみるか、すべての世界を。来い。レディー。はい。変身仮面ライダー。今。こいつだ。まだまだ。ここか。そこか。おっと。そこか。そこか。俺とやろうってか。新しいライダー。レディー。はい。さて、片付けるか。未確認。夏が近づき、マカモウの動きが活発になってきた。夏のマカモウに対抗するため、響自身も特訓を重ね、パワーアップを遂げようとしていた。しかし、特訓の完成を待たず、マカモウが大量発生してしまう。響は、訪れたディケイドとの実戦を行い、特訓の遅れを取り戻そうとする。
よう青年、いいところに来てくれたな。こっちはいい迷惑だけどな。レディー、耐えてますからてな。ディケイドとの戦いを終え、見事パワーアップに成功する響き、合流した伊吹、轟と共にマカモー討伐へと向かう。響きとの特訓で疲れ果てたディケイドではあったが、彼の持つ響きのカードに力が戻っていた。さて、片付けるか。よっしゃ、行くぜ。レディー、はい。悪いが、ちょっと付き合ってもらうぜ。お前は？Thank you.
Thank you.